ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャッチャーというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミハイテがお送りしております逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションでございます。今回は逆転裁判1の第1話をやっておりますが、前回ですね、この、山の保証のですね、証言をなんとか崩しているところをやっていきました。さあ今回も続き見ていきましょう。時間を聞いた前回までの整理をいたしましょう。前回までの時点でですとですね、今大事なことだというのが、この山の保証が、死体を発見した時間が午後2時ということを証言しているが、午後2時というこの認識をした理由というのがテレビから聞こえた時報であったということをこいつが明かしました。しかしながらこのマンションは1時から6時までは停電となっておりため、テレビもビデオも使えない状況だった。でそこに対して、こちら側が詰めたところですね、さらに新しい情報が出てくるというところでございます。さあ山野の証言見てみましょう。やっぱり聞いたのではなく見たんでした。現場には置き時計があったじゃないですか。ほら、犯人が殴る時に使った凶器ですよ。おそらくあれで時間が分かったんだと思います。時計を見た。まあそれなら理解できますね。では弁護人、尋問を。分かりました。さあ、時間を聞いたことについて。聞いたのではなく見た。現場には置き時計があったじゃないですか。ほら、犯人が殴る時に使った凶器ですよ。これのことですね。考える人の形をかたどった置物、かなり重い。時計？置き時計があった。置物ですよね。これ時計なんですかね。というところでございまして、置き時計があったと言ってますが、あったのは置物でございますので、証言と食い違っているところ突っ込んでいきましょう。ちょっと待ってください。凶器はこの通り置物なんですよ。これのどこが時計なんですか。どう、あんた何なんだ、さっきから偉そうに。山野さん、質問に答えてください。俺、私は見たんだ。そいつは置き時計なんだよ。裁判長、ちょっとよろしいですか。どうしましたか、内検事。この置物は証人の言う通り実は置き時計なんです。首がスイッチになっていまして、時間をアナウンスするタイプです。時計には見えないので置物として提出したんです。なるほどね。凶器は実は置き時計だった。とどうかな。なるほど君、山野さんの証言は間違っていない。これは確かに時計なんだから。山野さんの証言についてもう問題はないかね。さあ、確かに時計があって時計を聞いたのであればいいんですけど、ただ問題として最初から置き時計って言ってるんですよね。でもなるほどもう、裁判長も認識っていうのはあくまで置物だった。なぜならばあまりに分かりづらいから。さて、どのタイミングで星野山尾はこれを置き時計と判断したんでしょう。ちょっと突っ込んでみましょうか。裁判長、大きな問題が残っています。その置物が時計だと知るためには実際に手に取るしかありません。しかし証人は部屋には入らなかったと証言している。これは明らかに矛盾しています。ふむ、確かに。なぜ証人が時計のことを知っていたか。それはさあ、被害者と知り合いだったから、事件当日部屋に入ったから。ああ、なるほど。被害者とそもそも、今回のこの星野山尾が知り合いだったとしたら、しかしながらですけども、もともとの被害者はモデルであってたくさんパパ活をしていたような女の人、新聞勧誘をしていたような男とお金のやり取りしますかね。ってことは事件当日部屋に入ったんじゃないでしょうか。あなたは嘘をついてる。あなたはあの日現場の部屋に入ったのです。なんだと？知らねえぞ俺は。そうだ、あの置き時計で被害者を殴ったのはあなただったんだ。彼女を殴った時の弾みであの時計は鳴った。あなたはその音を聞いたんです。静粛に。面白い。なるほど君、続けなさい。はい。山野さん、きっとあなたはかなり驚いたはずです。被害者を殴った瞬間、置物が急に喋り出したわけですから、その声が強烈に印象に残ってしまった。だからあなたは時間だけを妙にはっきり覚えていたんです。どういうつもりですか。そんないい加減な言いがかりは。いい加減かどうか、証人の顔を見てください。証人、どうなんですか。あなたが殴ったんですか。私はその、決して、あの、私が聞いた、いや見たも
なあ、うるせえんだよ、細かいことをぐちぐちと。な、あいつだ、俺は見たんだよ。死刑だ、あの男に死刑を。静粛に静粛に。裁判長、お待ちください。ただいまの弁護人の主張には証拠のかけらもありません。なるほど、君。はい、証人が聞いたという時報がこの時計の音だったという証拠、そんな証拠はあるのですか？これは重要な問題だ、よく考えないとな。そうですね、山野さんが聞いたのはこの置き時計の音だったのです。それを証明することは簡単だと思います。それはさあ、証明するのは簡単だと思います。それはっていうあれですね、時計の電池を調べる。じゃあ電池を調べましょう。電池を開けました。何が起こるんでしょう？何も起こらなそうですよね。隣室の住人に聞き込みする。あー、すいません、あのこのですね、置き時計、うん、難しいですね。時計鳴らしてみましょうか。この場で置き時計を鳴らしてみればいいんですよ。裁判長、その時計を貸してください。いいですか、よく聞いてください。おそらく9時25分だと思う。なんか変なアナウンスをする時計ですね。まあ考える人ですから。で、このアナウンスがどうかしましたか？青内健二、今本当は何時ですか？11時25分だ。2時間遅れてるんですよ、この置き時計は。殺人現場で山野さんが聞いた時刻と同じくね。さあどうですか、言い逃れできますか、山野さん。あんた一つ見逃してるよ。何のことだ。確かにその時計は2時間遅れてるみたいだな。だがな、その時計が事件当日にも遅れていたかどうか、その証拠がない限り証明したことにはならねえぜ。な、そんなこと証明できるわけがないじゃないか。くそ、あと一歩だっていうのに。なるほど、くん。どうやらあなたはそれを証明するのは無理なようですね。はい。となると山野さんの言う通り、彼を告発することはできません。残念ですがね。ではこれにて山野星吉に対する尋問を終了します。人がわざわざ証言しに来てやったっていうのに犯人呼ばわりかよ。全く弁護士ってのはひどい連中だぜ。くそ、山の目。すまない、やはりもう少しだったのに。僕にはもうどうしようもない。待ちなさい、山野星を。千尋さん。なるほど、くん、ダメよ、ここで諦めちゃ。考えましょう。でももう無理だよ千尋さん、事件があった日に時計が遅れていたかどうかなんて今更証明しようがない。そうね。じゃあいっそのこと発想を逆転させましょう。あの時計が事件当日も2時間遅れていたかどうか、そう考えるのではなく、そもそもあの時計がなぜ2時間も遅れていたのか、その理由を考えてみるの。なるほど、くん、あの時計がなぜ2時間遅れていたかわかる？はい、皆さんわかりますか？そうなんです、今回の事件っていうのは基本的にですけども、あの星野山尾っていうのは、殺害のその要は時刻 と、2時間ずれてる、これがずっと論点なんです。なので2時間ずれてる理由さえこれで分かればもうちょっと進展させることができるかもしれません。さあ持っている証拠は5個だけ。さあこの中に2時間ずれていた理由が開示できるものがあるかどうかなんです。これに関してはね、ちょっとした知識が求められる、まあ推理ゲームあるあるのところなんですけど、やっぱり知識求められるってことは推理ゲームって難しいんじゃんと思ったら逆算してみよう。弁護士バッジ、関係ないね。で、高見美香の解剖記録、これも関係なさそう。考える人、これはもう2時間遅れてた、まあ張本人だよね。で、停電記録ってのが1時から6時過ぎまで現場のマンションは停電だった。なるほど。ニューヨークから帰国してるよ。あのさ、特に考えなくていいんだけど、時差ってあるじゃん。ってことは証明できる。はい、それなら多分わかると思います。あなたはそれを証明する証拠品を持ってるはずよ。それを突きつけてやりましょう。どうですか、なるほど君。事件があった日には時計はすでに遅れていた、それを証明することができるというのですか？もちろん、ある証拠品でそれを証明できると思います。
できるもんならやってみな。では時計が遅れていた理由を示す証拠品を提示してもらいましょう。被害者は事件の前日帰国したばかりでした。ニューヨークと日本では14時間の時差があります。日本で午後4時の時、向こうは前日の午前2時。時計で見ればその差はちょうど2時間になります。被害者は帰国後、時計の時差をまだ戻していなかったのです。だからあなたが聞いた時間は2時間ずれてたんだ。どうですか山野さん。あー、泡吹いちゃった。静粛に。さて、ここへ来て状況は一変したと言っていいでしょう。阿内健二、山野保証は、先ほど緊急逮捕いたしました。よろしい。なるほど君。はい。正直なところ驚きました。こんなに早く依頼人を救い出した上、真犯人まで探し出すとは。ありがとうございます。とにかく今となっては形式に過ぎませんが、被告人やはり正しに判決を言い渡します。無罪。イエーイ。そんなことは起こらん。では本日はこれにて閉廷。閉廷。そうあのねノベルゲームを読むっていうのは漢字弱い人間には向いてないよね。山野という男は空き巣の常習犯だったらしい。新聞の勧誘をしながら留守の位置を狙っていたという。あの日、ヤハリが部屋を訪ねた時、被害者は留守だった。彼が立ち去った後、山野は仕事をするため部屋に侵入。そして部屋を物色中、被害者が帰ってきたのだ。逆上した山野はそばにあった置物を手に取って、8月3日午後2時32分、地方裁判所、被告人第二控え室。なあ、無事に終わったなんてまだ信じられないよ。なるほどくん、やったわね。おめでとう。ありがとうございます。ほんと、所長のおかげです。そんなことないわ。とにかく私、久しぶりにスカッとしたわ。こんなにニコニコしてる所長、初めてだ。そうだ、やはりのやつも喜んでるだろうな。死ぬぞ。なんでお前がそんな顔してるんだよ。なるほど、俺そろそろ死ぬからさ。いやお前は無罪になって事件は終わったんだよ。やはりでもよ、ミカは帰ってこないんだよな。やはり。おめでとうございます。やっぱりさん。やっぱりどうかしましたか、やっぱりさん。いや、なんつうか、その本当ありがとうっす。俺一生忘れねえから。まあ、おい、助けたのは僕だぞ。なあ、そうだ、これプレゼント受け取ってください。あら、私に。でもそれ証拠品じゃん。実はこれ、俺があいつのために作ってやった時計なんすよ。あいつのと俺のとで2個作ったんす。まあ、あなたは作ったのこれ。そうね、じゃあ記念にいただくわ。でもよ、なるほど、俺こんなにあいつのことを思ってたのに、あの女にとって俺ただのおもちゃだったんだよな。すげえ悲しいよ。やはり私そうは思わないけど。え、彼女は彼女なりにあなたのことを思っていたはずですよ。慰めなんて。あら、それはどうかしらね。なるほどくん、分からず屋の彼に彼女の気持ちが分かる証拠を見せてあげて。はい。そうですね。さて、一回セーブしときましょう。攻略サイト見てないからね、ちょっとだけ不安なんだよね。いきなり言われてもな。あれだよね、間接的にはパスポートで直接的には置物のはずなんだけど、置物でいいのかな。みんなは何が言いたいか分かる？今回やらなきゃいけないことは、高見美香がやはりのことをなんとなく実は思ってたんだよってことが分かるものだよね。で、じゃあそれの証拠品って何かっていうと、ニューヨークに行ってたわけでしょ。ニューヨークに行ってたのに2時間誤差があるってことは、持ってってるってことなんだよね、この時計を。っていうことを伝えなきゃいけないんだけど、どっちかな。一回ちょっと置物で行くね。
やはりこれな、なんだよこの時計がどうかしたか。これお前の手製のオリジナル時計なんだよな。彼女こいつと一緒に旅行に行ってたんだぜ。たまたま時計がなかったんだろ。それだけでわざわざこんな重いものを持ってくか。うん、まあ何をどう考えるかはお前次第だけど。なるほど、今回のことお前に頼んでよかったよ。ほんとありがとな。これでよかったのかな。よかったのかな。なるほどくん、証拠品ってこういうものよ。見る角度によってその意味合いはどうにでも変わってしまうわ。人間だってそう。被告人が有罪か無罪か私たちには知りようがない。弁護士にできるのは彼らを信じることだけ。そして彼らを信じるということは自分を信じるということなの。なるほどくん、強くなりなさい。もっと自分が信じたものは最後まで諦めてはダメ。じゃあ私たちも帰りましょうか。そうですね、今夜は私パーッとご馳走しちゃおうかな。やっぱりさんの無罪をお祝いしましょう。はい。ああそうだ、やっぱりさんといえばあなた彼のおかげで弁護士になったって言ってたわよね。ある意味ですけど。今度聞かせてね、その話。ものすごく興味があるの。こうして僕の最初の事件は幕を閉じた。やはりのやつ、友達はいいなぁを連呼しつつも、あの考える人の時計以外にイライラを払う気はないようだ。そしてあの時計は再びとんでもない事件を引き起こすこととなり、やはりのことを話すという僕の約束は永久に果たされることはなかった。だーい、というわけでございましてね。さあこれでね、新しいエピソードが追加されまして、逆転姉妹、第2話逆転姉妹っていうのが追加されました。さあさあというところでございますが、これはこうすることでいいのかな。さあこれでね、今までは法廷パートしかなかったんですが、第2話からはですね探偵パートというところも追加されます。さあというわけでございまして、第2話がね、どんなシナリオなのかというところまでを見るところで今回の動画は終わっていきたいと思います。というわけで先にお伝えしておきましょう。 See you next time, say ちゃん、バイバイ。というわけでエピソードに入っていきましょう。はい、あやさとですけど。もしもし、私よ。あ、千尋お姉ちゃん、どうしたの？珍しいね。ごめんね、最近忙しくって。どう、元気？もう可愛い妹を一人でほったらかしてひどいな。なんて、大丈夫だよ、もう慣れちゃったから一人暮らし。そう、ありがとう。あのね、実はちょっと頼みたいことがあるの。なあ、わかった。また証拠品預かれって言うんでしょ。よくわかったわね。今度の事件ちょっと話が大きくなっていてね、裁判の日までそばに置いておきたくなくて。へえ、で今度は何？置き時計よ。時計？そう、考える人の形をしててなんと喋るのよ。あなた好きでしょ、こういうおもちゃみたいなの。なあ、また私のこと子供扱いした。ごめんなさい。あ、でも今はこの時計喋らないんだったっけ。へえ、なんで？つまんない。さっき時計の機械を抜いちゃったから、代わりに書類が入ってるの。書類？それが証拠品なの？なんか話がそれっぽくなってきたね。じゃあ今晩の9時頃事務所に来てくれるかしら。裁判の打ち合わせ多分その頃までかかるから。お姉ちゃん、また何か美味しいのご馳走してよね。なあ、味噌ラーメンがいいな。味噌ラーメン、はいはい。じゃあいつものお店行こうね。やったー、約束だよ。じゃあお姉ちゃん、また後でね。うん、待ってるわよ迷い。ただいまの通話録音しました。9月5日午前9時27分。9月5日午後8時57分、綾里法律事務所。じゃあ、ミス千尋、もらっていくよ、書類を。悪いけど渡せないわ、ここにはないもの。ミス千尋、嘘は下手みたいだね。ちゃんとあるじゃないか、そこに。書類を飲み込んだ考える人がさ。ど、
どうしてそれを？どんちゅの？知らないのかい？僕は情報を集めるのが仕事なんだよ。油断したわ。それと、ちょっと気の毒なんだけど、君には約束してもらわなきゃならないことがあるんだ。エターナルサイレンス、永遠の沈黙をね。